回はモグレックスのドッサイトをマントレールとウェーバーマウントを使って銃に取り付けていきたいと思います。素手で触ってたら油ぎっしょになってしまったので、あんまり素手で触らない方がいいかもしれないで、軍手をします。お、取れるんです。よし、綺麗です。はい、取り付けていきたいと思います。ここか、え、血が入りません。え、入らなくない、この時点で。あ、こっちか、こっちでした。よし、こっちも入りますね。きつい。動きがありました。大丈夫かな、ミシミシ言ってますか。よし、 OK、 出てきてます。大丈夫です。はい、これで取り付けが完了しました。取り付けていきたいと思います。まず緩めます。これを緩めて、こう、ここにかませていきます。いけるはず。ん、これはどこら辺に合わせるんでしょう。ここでいいんだ。わかりません。ここでいい。これでネジを締めていきます。はい、締まりました。はい。簡単でした。こちらを取り付けていきたいと思います。はい、ここのネジに取り付けていきます。おー、危ない。閉まってしまいました。ネジがこれ合いませんね。大変です。
軍手がやりづらい結局のところ。締めていきます。星型あんまりフィットしない。こんなもんでしょ。はい、できました。はい、両中にドットサイトが取り付けられました。これをどう使うのかは、これをどう使えばいいのか分かりませんが、今は使わなそうです。そしてここが電源ポイントになります。ただ電源が入って、よいしょ、ドットが表されます。で、照準の合わせ方なんですが、このロックを緩めて、左右の調節はここのネジの締め方で、お、上下はこちらで調節します。明るさの調節もこの横のボタンでできるらしいです。で、電源は勝手に切れる感じですかね。